東京都が今日確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は234人でした。重症者は前の日から1人減って40人となりました。感染が確認されたのは10歳未満から100歳以上の234人で、先週の月曜日から47人増えました。直近7日間の1日あたりの平均は357人で、前の週の 118.1% となり、増加傾向が続いています。年代別に見ると、20代が最も多い54人で、次いで40代が36人。重症化リスクが高い65歳以上の高齢者は54人でした。重症の患者は前の日から1人減って40人となりました。